ございます、踊り込んでまいりますのは表町商店街がお客様と作った表町のお客連です。ではいきますよ。音響さん、音ちょうだい。千客万来表町、それ岡山一の商店街にはエビスライダー、そろえぶり。年に一度の祭りの日にはそろえぶり。さあ会場の皆様、表町商店街がお客様と作った表町お客連、明るく楽しく元気よくいきますよ。祭り林に誘われて、お店忘れてたまらず踊る。こっちの花を買えよ、こっちの花を買えよ。今は昔の時代を変えちゃいけない。さあお客連の衣装にもご注目ください。それに描かれたのは恵比寿様と大黒様、商売の神様恵比寿大黒揃い船です。ますます元気よく、ますます商売繁盛を参りましょう。さあ聞こえてきましたのは備前太鼓歌、こんな絵でございます。今日も皆さんの地域でも秋団子でおみこしで、この個体ね使ってる地域あるんじゃないでしょうか。この個体はですね、表町が舞台です。歌詞で歌われている大火事を出した今屋は表町商店街の南西大津町にあった佐藤問屋と言われております。さあ地元民謡でお客連、ますます元気に踊っていきましょう。安全五穀豊穣千客万来いらっしゃいいらっしゃい。さあ皆さんもいらっしゃいと掛け声でおられていらっしゃい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 千客万来表町、それ商店街にはエビスカイの総理ぶり。年に一度の祭りの日にはその二人の後回し。さあ祭りじゃ祭りじゃ、みなさんじゃ笑顔満開、ますます元気に踊り込んでいきますよ。景気のいい三等地目でお開きです。はっ直れ。それでは皆様、お手を拝借いよーも。はっそれ。
ありがとうございました。